いよクリスマスだよね。そこでゲイ方からみんなにクリスマスプレゼントをドーンとあげちゃうぞ。レギュラーの3人がプレゼント獲得に大活躍。みんな紙と鉛筆を用意してテレビの前に集合。それでは行ってみよう。おはようございます。いよいよ明日はクリスマス、ウキウキワクワク、浮かれた気分は分かりますけども、はいはい、今日はですね、あのいつもゲームカタログ2をですね、見ていてくれてるみんなにプレゼントをいっぱいしちゃおうということ。それプレゼントはどうするんですか？それはですね、今から取りに行かなくてはいけないんですよ。だから3人ね、別々にあのいろんな各ゲームメーカーに行って行ってゲットしてくる。じゃあ私たちがサンタさんってことですか？そうです、そうです。私たちがサンタさんということは足立区をサンダル履きでカッポするというのに似てますね、すごくね。そっちの方がすごい難しいわ。そうなんですか、難しいですけどね。じゃあ、まあ、うん、とにもかくにも、うん、俺ら3点に分かれて、そう、行くわけですよ。行きましょうよ、プレゼントゲット大作戦に。みんなはね、あのこのまま散っていただきますけれども、じゃあ行きましょう。クリスマスゲームプレゼントの前にですね、最新ゲームソフト再生しちゃうこちらのコーナーからです。どうぞ。じゃあ私も行ってきます。発売間近のゲームをゲームのことなら何でもお任せのファミ通レビュアーが採点。今週の審査員はこの3人。練習戦や真剣勝負、詰め碁など4つのモードが楽しめる囲碁ソフト。詰め碁は基本から特上までの6段階のレベルに分かれており、全420問が遊べるのだ。プレイヤーが磁気を操作する必要がなく、敵を攻撃することだけに専念できる 3D シューティングゲーム。3つのエリア、全12ステージのクリアを目指せ。画面上方から落ちてくるデロを4つつなげて消していくパズルゲーム。デロを消すと隣のデロは左右に触手を伸ばし、同色のものとくっつこうとするぞ。冒険者のための学校を舞台にした育成シミュレーションゲームが登場。1年間で部員数ゼロの部員を5人以上にすることがゲームの目的だぞ。2人とフィットするところがないのよね。教官もお連れしたぞ。いや、忙しいところ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。これから私が尋ねようとしているのはですね、大手のゲームメーカーチュンソフトです。12月1日に風来の試練が発売されたばかりのチュンソフト。伊集院さんはどんな作戦でプレゼントをもらいに行くのかな。試練がいる。まさしくここはチュンソフト入り口。今から僕が決行する作戦は、おだてて、おだてて、おだてまくってソフトもらえたらめっけもの大作戦、略しておせじ。申し訳ございません。初めて来ましたけど、ここがあのゲーマーの憧れ、チューンソフトですか。僕は本当にね、あのゲームソフトはチューンソフトですしね、ふりかけもチューンソフトのふりかけ食べてますしね、ランドセルもチューンソフトですし。ちょっと待ってください。ランドセルを作ったのはちょっとございませんけれども。そう、第2弾作戦は、ダダこねて、ダダこねて、ダダこねまくって向こうが困っちゃったところでプレゼントを無理やり取ろう大作戦、略して赤子。ゲームが欲しいけどプレゼントがないよ、もう。第一段階成功、よろしくお願いします。伊集院さん、何やってるんですか。社長、こんにちは。ご無沙汰してます。どうも。どうも。社長自ら。今日はですね、あの
やましい気持ちとか癒やしい心とかなくですね、実は今月の1日にこの試練が発売になったじゃないですか、はい、大好評だと。 ありがとうございます。これね、作った人作った会社の話を聞こうと思って、はい、不思議のダンジョンシリーズの第2弾ということで、うん、風来の試練なんですけども、今回はですね、まあ、一緒に旅をする仲間もいるしですね、うん、前作以上にですね、その、まあ、オープンフィールドというか、うん、そういうところもありますし、こうなんて言いますか、クリアする攻略の方法がいろいろこう人によって幅がかなりあるんですよね、うん、ですね、かなり、まあ、長時間じっくり遊んでいただけるんじゃないかと思うんですけど、ね、はい、ここに試練を、はい、また3本持ってきて、さらにここに、はい、このキャラクターデビューブック、はい、3冊持ってきてるっていうことはですね、しかしてこう プレゼントなんつうことにはなんかあったりは、一応そのつもりで持ってまいりましたんで。全部いいですか。どうぞ。今度も、はい、はい、気が変わらないうちに私今日はどうもありがとうございました。失礼させていただきます。スタッフ逃げるぞ。気があるからもう絶対。どうもありがとうございました。伊集院さんがチュンソフトでゲットしてくれたプレゼントは大好評のソフト、不思議のダンジョン2風来の試練を3本と、モンスターアイテムなどが詳しく紹介されているキャラクターブックを3冊やったね伊集院さん。さてお次はサリナちゃん、大好きなときめきメモリアルのコナミへとやってきました。一体何がもらえるのかな。はい、はい、いらっしゃいませ。すいません、はい、突然来たんですけども。突然ですね、はい、はい、ゲームカタログという番組なんですけれども、はい、クリスマスで視聴者の皆さんにクリスマスプレゼントをしてるんですよ、はい、でもあげるものがないんでコナミさんにもらいに来たんですけど。クリスマスですもんね。そうですよね、うん、プレゼント用意しましょう。はい、アルバイト何でもやります。そうですか、はい。早速コナミの受付嬢をすることになったサリナちゃん、ちゃんと対応できるのかな。それじゃアルバイト開始。いらっしゃいませ。ロープとゲーム発祥の地コナミでございます。ご用件は。私こういうものなんですけれども、はい、河合さんお願いしたいんですが。はい、面白いゲームばっかしのコナミの河合さんですね。はい、はい、少々お待ちください。面白いゲームばっかしなんですよ。すごいですよコナミは。ちょっとしかし待ってください。河合さんおられますか。お客様がお見えになっております。はい、すぐお願いします。失礼します。コンナミ、コンナミ、どうですか。コンナミのサリナ、どう仕事。バッチリです。バッチリ。もうめっちゃすごいですよ。もうね、これでねカセットも全部めっちゃ売れました。外に行ってもらいます。外ですか。外で街頭宣伝。寒いのに外ですか。寒いけど大丈夫でしょう。なんとお次はコナミの街頭宣伝。サリナちゃんつらいけど視聴者のためだ、頑張って。すいません、ときめきメモリアルでおなじみのコナミなんですけれども、ときめきメモリアル、こんにちは。マリアル、こんにちは。ビラ配りもいよいよあと1枚でもサリナちゃん、その人外人さんだよ。これオッケー。ゲームインタレスティングゲーム。Ah, yeah, interesting game. Konami is a good company. Ah, yeah. Konami. So I don't know it. Okay. So I'm in please, hurry. Please, please. Oh, thank you. Arigato. Bye bye. Ah, you got it. Zem kubare warimashita. Owarimashita. Gokudou sama deshita. Yeah. Samu katta desho. Kore, nan desu ka? Kore desu. Kore wa. Kore ga present.皆さん、これ、これって限定版のやつですよね。こんなんいただけるんですか。この番組のために取っときました。4名の方にあ、いやいや、なんでこれ、これ入って5名。私は働いたのにそんなおかしいなあ。ダメダメサリナちゃん、これは視聴者の皆さんへのプレゼントなんだから。というわけでコナミからはときめきメモリアルの限定版ソフトとオリジナルバッジをセットで5名様にプレゼントしちゃいます。一方、リカちゃんがやってきたのは豊島園。しかし、いつもの豊島園と雰囲気が違うぞ。豊島園ってことは遊園地ですよね。遊んでて何をゲットしろって言うんですかね。
そんな遊び物を抱えて持ってくわけにいかないですからね。全く何考えてるんでしょうね。どうしたらいいんでしょうか。私は違うんですよ、リカちゃん。はい、セガの南雲です。よろしくお願いします。南雲さんですか。よろしくお願いします。今日はこの豊島園の方で、はい、娯楽の殿堂対決っていうセガスター発売1周年記念イベントをやってるんですよ。11月23日から3日間、セガサターン発売1周年を記念して新作ゲームアーケードマシンを一度に集めたイベントが行われたぞ。マシンは全て体験できて、期間中豊島園はセガ一色になったぞ。ほらほら、バチ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 、これやっていいですか。やったー、バーチャコップだね。アーケードから移植された人気シューティングゲームバーチャコップ、もうみんな知ってるよね。これください、これください。じゃあ肩もみをしてもらった後にあげるということで。肩もみですか。リカちゃんがイベント会場のど真ん中で肩もみなんて、南雲さんが羨ましい。はい、じゃあいいです。あ、もういいんですか、ね、じゃあ私も準備します。やったー、ご覧くださいよ。セガラリーじゃないですか、セガラリー。そうですね、セガラリーやりましょうよ。ちょっとこれもアーケードから移植されたセガラリー、サタン版でも迫力十分だぞ。ね、このセガラリーいいな、いいな、南雲さん、いいな、これ欲しいな。そうですね、じゃああれで勝負しましょうか。あれ、ファイティングバイパーズ。ファイティングバイパーズ、なんかバーチャファイターを制作した AM2 軒が作った格闘ゲームファイティングバイパーズ、これもサターンに移植されるらしいぞ。女の子キャラのハニーで戦うリカちゃん、頑張ってるね。参りました。やったー、勝ったー。強いですね。もう任せてくださいよ。すごかったですよ、ここでも必死になっちゃっても。じゃあこれも、これはセガラリーでしたね。セガラリーです。このバーチャファイター2の戦いなんですけれども、なんか私1回戦から戦えることになってますなんかもんで、ちょっと頑張りたいと思うんですけれども、これで優勝したらバーチャ2をプレゼントもらえるわけですよね。そうです。5枚、はい、もう頑張りますから。私ゲーマーになんか負けないから。リカちゃん、ゲーマーに負けるな。でもやっぱりゲーマーは強い。悔しいよ。もう勝負だったじゃないですか。もう1回戦はね、取ったんだけど、まあ、今回は残念だったということで。やだやだ。でもう1回チャレンジさせてください。じゃあこれで優勝した人ともう一度対戦すると。優勝した人なんてすごい強いじゃないですか。やってみないと分かんないですよ。はじめリカちゃん、チャンピオンと同キャラ対決だ。黒いシャツがリカちゃんなんだけど、頑張ってるみたいだね。1回戦はチャンピオンに勝った。やったー、チャンピオンも本気を出してきたぞ。すごい頑張ったのに悔しいです。まあ負けてしまったもんはしょうがないということで。ダメですか、絶対にダメですか。もうすっごく頑張ったんですけど、ダメですか。もう参りましたよ。もうじゃあごめん、プレゼントします。本当ですか。あとバーチャファイターのカレンダーが出てるんですよ、うん、これもじゃあごめん。もうなんて優しいの、もう南雲さんだ。負けました。リカちゃんが獲得したプレゼントはバーチャコップをバーチャガン付きで5名様、そしてセガラリーを5名様、さらにバーチャファイター2をバーチャ2カレンダーとセットで5名様。リカちゃんすごい頑張った。コナミで大成功して絶好調のサリナちゃん、そんなに走ってどこ行くの。今度はあのネオジオで有名な SNK にやってきました。
前回ねアルバイト作戦がうまくいったんで今回もアルバイト作戦行ってみよう。ゴー。何ですかこれ、ちょっと見てください、これ休みですよ。でこの会社休みでも頑張ってきたから、だから裏口を探してとりあえず無理やりちょっと入りましょう。潜入リポート行きましょう。開いてるよ、はい、裏口ちょっと誰も こんにちは。こんにちは。誰？え？誰？ゲームカタログの天才サリナです。ちょっと今日お願いがあるんですけれども、はい、あのね私と勝負して、うん、買ったら物ください。なんか。何を？なんかちょっとこれこれなんですか？これなんですか？ちょっと待った。いや今度ね、はあ、近日発売します。はあ、ネオジオ CD-Z という、ね、新しいハードなんです。いやほんでこれをかけて対戦しましょう。これを私が買ったらこれを100台ばかしください。え視聴者にダーン。いや今度ね。でそれは今度今度今度約束ですよ。約束です。ほんならとりあえず、はい、今から対戦して何かものをもらいましょう。それでは早速やりましょう。やりましょうか。それでは早速みんなね待っててね。チームジェットでいきましょう。エディットエディット。いやなんか食べてる。いやガズリ。どうしたサリナちゃん、高津さんに2連敗だぞ。ウィンター今当たっちゃった。サリナ後がないぞ、負けるな。ちょっとミロリは、ミロリはちょっと待って、ちょっとミロリで押しちゃう。今ミロリで押しちゃう。ちょっと待って。なんてことすじゃあ買ったんやから何かください。約束しましたよね。しました しました。この人とぼけてんでテレビで。おお来ました、持ってきました。何ですか？ね、なんかいいもん持ってきましたの、お兄さん。6番のCD。おお。スペシャルシリーズ。3名様。3名様。はい。これからですね、このサムライスピリッツザンクロム総研。はこれのポスターを5名様。5名様。ザンクロム総研シリーズソフト3名様に行きますんで。あらキングオブファイターズ95の先当てた。キャラクターのキーホルダーやかわいい10名様ということは合計21名様に。太っ腹。21人も21人以上見てるやんな、多分な。サリナちゃんの SNK での獲得はザンクローム総研のソフトを3名様、ポスターを5名様、そしてお得用ネオジオ CD スペシャルを3名様に、ザ・キングオブファイターズ95のキャラクターキーホルダーを10名様にあげちゃうぞ。やっぱりゲーカタといえばですね、週刊ファミコン通信なわけですよ。まあファミ通の浜村編集長自体は別にわざわざでんぐり返んなくても俺が何かもらえなければでんぐり返ることよく知ってるから、もう今から言ってですね、もらっていきましょう。ファミコン通信でおなじみのアスキーにはどんなプレゼントが待っているのかな。じゃ編集長は、編集長出張に行ってるんですよ。そうだ、電話で編集長今日会う。編集長デスクどこ？あそこです。私は出張でいません。プレゼントが欲しかったら一日編集長をしてください。よろしくね浜村。編集長が出張でいない、略してヒゲ失踪ということで、私が一日編集長代理の偽浜村です。ゆかりちゃん。おいちょっとゆかりちゃん、水着だよ。おい水着で、あなんだよこれ電話か。はい、もしもし、バンバン大相撲です。あー、もしもし。あ、もしもし偉人くん。はい、そうです。今出張先なんだけど、わかんないゲームがあってさ、ちょっと調べてくんないかな。そんな、冗談じゃないですよ、女の。会議で必要なんだよ。いや、しょうがないけどな。ボンバーキングっていうファミコンのゲームの中にカラオケモードが入ってるんだけど、はい、それの出だしの歌詞を調べといて。調べといてって、ちょっとじゃあ、急ぎでお願いね、よろしく。いや、よろしくじゃなくて、ちょっとおい、下品。切られてる。
87年ハドソンから発売されたボンバーキング。爆弾でブロックを壊して進んでいくぞ。どうやカラオケモードってなんだ。なんだか分かんねえぞこのゲーム。おい、コツを覚えればわしこと編集長。ったく、あーもううるせえなもうよ。はい、もしもし、イコマガジン。あー、もしもし、伊集院くん、わかった？あ、わかりましたよ。わかりました。はい、ですね、犬の鼻は湿ってる、座った犬の後ろ姿を眺めて、人間でよかった、以上です。プレゼントはね、人の棚に置いてあるから、勝手に取っといてね。ちょっと、もしもし、後ろの棚？じゃんじゃじゃーん、おお、ファミ通オールスターズバッジ額入り。これすごいじゃん。すごいよこれ、ファイタースティック X。 ファイティングスティック5名ファミ通バッジ額入りセット5名、あとガバスグッズ3名あげる。イエーイ、ゲットしました。もうゲットしようよ。こんな忌々しいヒゲなんていりません。メガネもいりません。あとはこれ持って帰るだけ。イエーイ。アスキーからのプレゼントはファミ通バッジ額入りセットを5名様、そしてバーチャファイターもバッチリファイティングスティック X を5名様に、ファミ通オリジナルガバスグッズを3名様だ。CM の後もゲイ方からのクリスマスプレゼントがいっぱいだぞ。石井さん、どうだろう、ちゃんと感動の再会しない、ちゃんとプレゼントをゲットしてきましょう。私一番頑張ったです。ちゃんとゲットしてきたんですね。ちゃんと持ってきました、間違いないですよ。私もいっぱい、もうすごいの。どうしたの、いろいろもないし、いっぱいプレゼントもらってきましたから。それでですね、さらにですね、番組ではこんなプレゼントもですね用意しちゃいました。ナムコよりテイルズオブファンタジアの主題歌を歌っている吉田ゆかりさんの CD を4名様と、テイルズオブファンタジアと吉田ゆかりさんのテレカをセットで6名様。エポック社よりアリスのペイントアドベンチャーを3名様。同じくエポック社よりクラッシュエアホッケーを1名様に。ビクターエンターテインメントよりクラシックロードを5名様に。アースシステムワークスよりウィザーズハーモニーを3名様に。オプテックよりスーパープロコマンダーを3名様。最後に松下電器よりシャベルーンを5名様に。これ全部あげちゃうぞ。まあこういうのですね、プレゼントが欲しいなという人はですね、こちらの方にまでどんどん送ってきてほしいんですけれども、はい、あれじゃあ俺らはもう素敵なクリスマスイブを過ごそうじゃないですか。どうするんですか。女房と一緒にね、お子さんに入ってみかんなんか食べながらね、いや素敵なクリスマスだね。子供の頃はお父さんがサンタさんだったけども、ね、今年は俺がサンタさんだね。これはもしクリスマスをですね、皆さんも楽しいクリスマスを過ごしてくださいね。それではメイクだね、バイバイ。ドラクエだけ、ドラゴンクエスト6幻の大地、好評発売中。エニックス。それではプレゼントの応募方法と宛先だぞ。ゲイ方からのクリスマスプレゼント21品目を合計なんと90名様にドーンとあげちゃうぞ。プレゼントの商品番号とプレゼント名に番組への感想意見を添えて、ご覧の宛先までどしどし送ってね。待ってるよ。次回のゲームカタログ2の放送は96年1月6日。というわけで、ゲーカタでは96年のゲーム業界を占ってみるぞ。96年はどんなゲームが流行るのかな。来年も絶対見てくれよな。この番組は
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。